久保さん、まあ、結論一人ですね。一人が一番いいと思います。やっぱね、組織に属してると、まあ、組織の意向がありますし、あの、まあ、そんなもんですよ。あの、空飛ぶタイヤスすか。多分空飛ぶタイヤだったかな。多分空飛ぶタイヤですね。あれもまあ、組織の、問題っていうところがあると思うんですけども。うん、だ組織にいるとね、大変ですよ。 だから、一、まあ、人も大変ですよ。一人も大変なんだけども、違う大変さなんで、その大変さは自分次第かなって話なんですけど、組織の大変さは何すかね、うーん、自分じゃどうしようもなんないっていう部分があったりしますよね。うん。まあ、日本に住んでれば、日本のルールがあるので、まあ、それ仕方ないですよね。<laughs> そう。まあ、ガーシーさんがいくらアーダーコーデっても、日本のルールで、あの、除名みたいなね。 あの多分議員除名ですよねだからまあどう言ってもそういうルールがある、うん、言い方言いかした方ないっていうだからまあねこの前ガーシーさんの「ガシル」みたいなのなんかこう取り上げましたけど、まあ、自分のプラットフォームが最強ですよね <laughs> 何でもできますからね、うん、まあ僕自身も一人でやってますけどやっぱ YouTube 使ってるので、まあ、YouTube の、ね、久保さんのそのまあ僕 一個も傷ついてなかったんですけど、久保さんのあの動画がね、なんかいじめみたいなね、<laughs> あの、なんですか、あの少女の、なんかあの募金してるやつですね。それがなんか、あの、ペナルティ違反だみたいな。うん、まあ僕はさ、あの、一回な、このチャンネルに関しては一回なので、あの、まあ、なんだ、注意で終わりましたけども、ただ次来ると、まあペナルティ1になりますね。 まあまあ、YouTube や,やってる以上は YouTube はしょうがないんですけども、まあ、組,組織から僕は離れた方がいいと思いますね組織からは僕は離れた方がいいと思います離れられるように自分の力をつけた方がいいと思いますねいってらっしゃい